あの子、昨日も寒くありませんか？望月さん、少々取らせていただきましたよ。え、お弁当食べてるところですか？ええ、あんまり幸せそうなもんだからついついそうですか。あ、望月さん、どうぞかけてください。どうぞ。そうですね、言われてみると確かに幸せかも。ご飯食べてる時とお風呂に入る時と寝る時とそれから仕事してる時もほとんど一日中ですねああ、でもここでお昼っていうのもまだ寒いですでもなんか春の匂いがするんです。潮風に乗ってかすかなんですけど春の匂いが。そうだ、望月さん、もうすぐ春ですね。え、昨日もですか？そうなんです、小学校6年生ぐらいの男の子なんですけど、ずっと一人で寂しそうにしてるんです。そらひょっとして。あ、望月さん、ちょうどよかった。今呼びに行くとこだったんです。できたんですね。選ぶのに苦労したよ。望月さんの写真には30年以上の歴史ありますからね私もね、懐かしくてついつい見入ってしまって、ごめんなさいね、栗山さんの仕事邪魔しちゃって。あ、いいよいや、本当にこんな写真を展示していただいていいんですかね。ただの趣味ですのに。ただの趣味だなんて、ほら、素晴らしいじゃないですか。望月さんの写真は人も物もなんだか話しかけてくるみたいです。本当に生き生きしてます。そう、望月さんの写真はね、こう撮るものに対する愛情があるから、それがレンズを通してこう写真に現れてくるのよね。いい展示会になると思いますよ。いや、そうしないにいよいよ明日ですね、楽しみです。あの、どうかしたの？ちょっと待って。お前何やってんの？休憩時
間に望月さんの写真を見に行ってただけです。だったらなんで走ってた。栗山さんはなんで私についてくるんですか。気になんだよ、お前が走ってる時タイヤが何か問題あった。申し訳ありません。すいません。いらっしゃいませ。コーヒー。かしこまりました。望月さん、コーヒーちょうだい。ああ、わかりました。望月さん、望月さんの写真本当に素晴らしかったです。お客様皆さん足を止めて懐かしそうに見入ってらっしゃいました。そうですか。それはありがたいことですね。お待たせいたしました。どうも。望月さん、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど。はい、何でしょう。旧ターミナルの写真の前で昨日お話しした男の子がなんか泣いてるように見えたんですけど、望月さんもしかしたらっておっしゃってましたよね。何か心当たりあるんですか。旧ターミナルの写真の前で。よしかよ、パリお前。その子確か赤い T シャツを持ってませんでしたか。はい。ちょっと待ってください。あ、ひょっとしてね。あ、この子では。この子です。間違いありません。あ、確かこっちにも。あ、これ。どうしてこんなに何枚も写真があるんですか。もう6、7年になりますかね。この時期になると決まってこのビッグ海に通ってくるんですよ。太田信也。栗山さん知ってるんですか。うん、俺がここに勤務した年にさ、家出じゃないかと思って保護した。それから施設に返した。施設。うん、帰らない母親を待ってるらしいんですよね。お母さんも。太田信也という名前以外何にも喋らないらしいんで、それ以上のことは私にも。そうですか。だからといってお前それ以上は誰にもできないんだからな。望月さん、ありがとうございました。失礼します。お会いしまして。あ、走るな。あれはコーヒー。あの、ごちそうさま。ありがとうございました。久しぶり。ごめん、電話ばっかりで。うん、電話ばっかり。あ、どうぞ。時間平気？うん、まだ平気。じゃあ何？本決まりになったの？あ、やっとね、企画が通ったの。どこまで協力できるかわかんないけど。ううん、総支配人に話し通してくれただけで助かる。そう？うん。話通さないとね、うちには天然記念物級の堅物がいるのよ。堅物？うん。ほら来た。主任。話してください。こいつ野放しにしないでくださいよ。休憩時間ぐらいどこで何しようとかいいでしょう。こいつの場合はダメなの。さっきだってね。出してください。主任のお客様ですか。うん、この子がいいわ。え？密着の相手。この子にしてほしいの。密着？何の話ですか。テレビの密着の取材なの。八代京子です。よろしく。密着取材ですか。癒されぬ傷を抱かれて強いぶりした儚き者よ。喧騒の波に飲まれて今日もまた彷徨い続けてる。ローマ
いえ、実はさっきから少しお腹が痛くて。石川さん。はい。チケットのキャンセルこんなに出ちゃったの。え、こんなにですか。じゃあお願いね。東の主任。あ、いたいたいた。ちょっと大丈夫。あ、薬飲んできたら。あ、いえ大丈夫です。おかしいな。栗山さん。え、吉川、これまとめとけ。あ、栗山さん、私さっきからお腹が痛いんです。いたたたたたた。いらっしゃいませ。どうしよう。何やってんの。ほらしっかりして。はい。このチケットキャンセルで。はい。こっちもキャンセル。はい。ツアーの申し込みお願いします。ちょっとお待ちください。はい、お待ちください。できてますよ。早く着替えてらっしゃい。お食事。おばさん、ごちそうさまでした。はい、石川さん、早く仕事くれるわよ。私たち、お先にいただきましたから。皆さん、どうしちゃったんですか。はぁ、おはようございます。よろしくね。おはようございます。もう密着取材始まってるんですか。すぐ着替えてきます。彼女バイクで通勤なの。そこ取りたいから。ねえ、あの人でしょ、江頭主任の友達って。そう、テレビのドキュメンタリー番組作るって。やっぱかっこいいよね。でもさ、羽田密着24時ってなんで組み込み密着なわけ。なんか下調べの時に目についたらしいですよ。クミちゃん親切だからね。またおばあちゃんかなんか捕まえてさ、おせっかい焼いたんだよ。どうせそれだ。おせっかい焼かない人じゃなかったらネタになんないでしょ。ああいう番組は事件が起こらなきゃ面白くならないんだから。うーん、なるほどね。だから久美子が選ばれたわけか。なんかそうだもんね、あいつ。まあね。連絡事項は以上です。今日も張り切って頑張りましょう。はい。ご存知のように今日は取材のカメラが入ってますけれども、別に特別なことをする必要はありませんから、いつも通りのサービスでお願いします。はい。よろしくお願いします。吉川、ちょっと来い。いいか、お前はいつも通りじゃダメだからな。なんでですか。なんでじゃねえだろ。なんでよりによってお前なんだよ。いいか、絶対に余計なことするな。ほう、栗山さん、変なこと言わないでくださいね。私は普段通りの吉川さんを撮りたいんです。大丈夫、きっといいものにします。よろしくお願いします。こちらこそ。サイコも今日と明日よろしく。うん。じゃあ吉川さん行きましょうか。はい。久美子が何かしないと寂しいのは栗山さんの方じゃないの。何言ってんのお前。約束。あ、久しぶりに待ち合わせしよう。いつものところで8時に。あ、でも俺今日遅いんだよね。じゃあ明日待ってるから。なこと言ったってさ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。迷子のお知らせをいたします。黄色のジャンパーに黒のズボンを履いた3歳の結城健人くんが迷子になっています。さっきから何度も呼び出ししてますよね。見つからないんでしょうか。3歳じゃ心配よ。いらっしゃいませ。まだ何の連絡もないでしょうか。乗るはずだった飛行機ももう出ちゃったんですよ。連絡が。落ち着いてください。お見かけの方は息子がなくなっちゃったんです。ツアーデスクまでお知らせください。ほらさっきから俺何度もアナウンスしてもらってるでしょ。なんか連絡入ってないんですか。ここには何も。他のツアーデスクに連絡が入ってないかどうか調べてみますので。どうぞおかけください。ツアーデスクまでお知らせください。インフォメーションセンター。いつごろからいなくなったんですか。さっきのアナウンスのようにもう30分以上になります。そんなに。はい。もしかしたら誘拐じゃないでしょうか。え、まだあのどこのツアーデスクにも見つかったという連絡は入ってないようです。どうしよう。私一緒に探してきます。吉川さん。主任大変です。どうしたの。到着ロビーの新商社用トイレに子供が閉じ込められました。健人君かもしれません。お母さん行きましょう。吉川さん。
どうして栗山さんに連絡しなかったの？なんか主任の方がいいかなって思って。じゃあ私も千葉に戻ります。ったく目立ちたがり屋なんだから。もしもし。すいません、すいません、ごめんなさい。健太くん、健太くんなの？健太、健太なの？健太、健太、早く出してください。お願いします。早く待っててください。鍵あれば開くよ。警備員みたいな人が鍵で開けてるの見たことある？鍵、鍵ね。ありがとう新薬。すいません、開けてください。ごめんなさい。お願いします。栗山さん、すいません。あーもう健太、ありがとうございました。本当にありがとうございました。よかったですね。ありがとう。よかったね。どうぞ。ありがとね。でもよく知ってるね。ここに来るのもう8回目だもん。8回目ねえ、いつもそのシャツ持ってる。余計なこと聞くなよ。ごめん、ごめんね新薬。なんで俺の名前知ってるんだよ。あいつが教えたの。あいつだ。なんだ俺のことか。あんた新入りだもんな。あんなにしょっちゅう怒られてたら嫌でも目につくよ。そうだよね。変わらず可愛らないガキだ。吉川久美子、すぐ覚えた。俺に初めて声かけたお姉さんだし。新也くん、ここに初めて来たのはいくつの時？5歳の時の夏。5歳。ここまだ新しくなる前。それで旧ターミナルの写真の前で。すげえ暑い日で、母さんアイス買ってくるから少し待ってろって。俺嬉しくて、でもそれっきり母さん戻ってこなかった。多分男と大阪行きの飛行機に乗ったんだ。でもその時今度の誕生日にはディズニーランドに行こうって約束しててさ。だから毎年誕生日になるとここに来るんだ。もう俺の顔なんか覚えてないかもしんないだろ。でもその時着てた服があれば思い出すかなって思って。とっくに着れないんだけどね。新薬、私も帰ってこないよ、きっと。母さん約束なんて守ったことないもん。来ないよ。一緒に待ってもいい？新也くんのお母さん、私も一緒に待っていいかな？よしか。よしか、ちょっと来い。はい。お前もあの子に関わるな。どうしてですか？あの子、8年もお母さん待ってるんです。一人なんです。応援してあげたいんです。私ができることは何でもしてあげたいんです。だからこそ余計にだ。お前が真剣なのはわかる。けどな、あの人たちはどう思うよ。そっとしてやりたいんだよ。あの子のことさ、興味本位で取り上げてほしくないんだよ。ごめんなさい、そこまで考えてませんでした。分かったらここまでだ。お前もあの子に関わるな。ありがとうございました。また明日お願いします。はい、お疲れ様でした。新也くん、送っていこうと思って。
もう遅いでしょ。そうですか。じゃあ信也くん、お姉さんの車乗ってこ。右手に。だからそんな言い分は聞けないって突っぱねてよ。何もあそこだけが取引先じゃないんだから。いい気になってるの。そう、そして私がいなきゃ何もできないんだから。あのさ。何？いいの、吉川さんの方についてなくて。ああ、カメラあっちに張り付いてるから。あっち？あの男の子の方。あの子とのやり取りに狙いを絞ったの。え？下調べはちゃんとついてるのよ。あの子ネタになるわ。それでいいの？いちいち闇雲に動いててどうなのよ。取材期間はたった3日。その間にドラマチックな番組を作るためのネタを拾わなきゃいけないの。でもその子いいの？テレビになんか出しちゃって。承諾はちゃんと取ってるわ。もう素人がいちいち心配しなくていいの。ああ、ごめん、イライラしててつい。あ、そうだ、カメラあっちについてるの吉川さんには言わないで。しらけちゃうとまずいから。うん。信也くん、昨日はごめんね。私怒られちゃった。私が信也くんに近づくと信也くんのことがテレビに映っちゃうんだぞって。今日はカメラどっか行っちゃったみたいだし、ねえ、お昼ご飯一緒に食べよね。うん。あれ、久美子さんもこんなところでお食事ですか。野原さん、僕もあまりにもいい天気なもんで外で食事でもしよっかななんて思いましてね。そうなんですか。あ、じゃあご一緒にいかがですか。え、いいんですか。どうぞどうぞ。いつもそれなんですか。あ、はい。今度お弁当作ってきましょうか。本当ですか。はい。よしか、ちょっとかお前。はい。あれほど言ったろうがよ、あの子そっとしとけって。でも今日カメラいないし。お前、俺たちのことやきもち焼いてんじゃないのか。バカじゃないの。いや、バカじゃないよ。俺たちの幸せ壊すようなことすんなよ。そうですよね、野原さん。うわー、もういいわ、勝手にしろお前ら。お母さんの名前なんて言うんだ。ヤスコ。ヤスコか。よし、わかった。じゃあ俺は今から乗客リスト調べてやるから、もし見つからなかったら今日はおとなしく帰れ。な。何向きになってんのかな、栗山。ねえ。信也くん、食べよう。どう？それらしき人は搭乗手続きしてないの。そっか。ねえ、一体何調べてんの？あ、いや別に、何でもない。あ、そう。あ、忙しいのに悪かったな。やっぱり施設に電話かな。今日来なかったら別れる。あ？別れる。まあ、何をうさなこと言ってんだよ。
分かった、必ず行く。お呼び出しをいたします。太田信也様。お母様とお待ち合わせの太田信也様、お近くの案内所ツアーデスクまでお越しください。信也くん、お母さん、行こう。お呼び出しをいたします。太田信也様。お母様とお待ち合わせの太田信也様、お近くの案内所ツアーデスクまでお越しください。どこで待ってんだよ。今のアナウンスの母親どこで待ってんだって。待ってくださいよ。一番ツアーデスクの江頭主任よりオフィスへ。何があれ。深夜、深夜なんでしょ。なくてなかなか帰ってこられなかった。嘘ついてごめんね。お母さん、深夜、お母さん、深夜、ごめんね。待ってたんだよね、ずっと待ってたんだよね。大丈夫だと思います。あ、何？栗山さん怒ってるんです。私がまた余計なことしちゃったから。そんなのいつものことじゃない。でもいつもよりずっと怒ってるんです。あれはね、子供にもちゃんと承諾取ってあったのよ、写してもいいって。第一、お母さん見つかったんだし許してやってよ。俺そういうの大嫌い。信也くん。あ、どうした？なんか忘れ物か？信也くん、どうしたの？お母さんは。信也くん？ごめんなさい。どうしたの？俺嘘つきました。あれお母さんじゃない。本当のお母さんじゃない。頼まれて嘘つきました。どういうこと？ゆっくり話してみて。昨日の夜、いつものようにお母さん待ってたら、あの人が来たんだ。最初は取材に協力してほしいって言ってたんだ。テレビで俺のことを放送して、お母さんがそれを見たら、もしかしたら帰ってきてくれるかもしれないって思って、それでいいって言ったんだ。でも、車で連れられて、知らないおばさんに会わされて、この人がお母さん役をするからって、うまくいったら本当のお母さんを探してあげるからって。そんな、信也くん、やらせかよ。ごめんなさい。やっぱりお姉さんに嘘をつけない。一緒に待ってくれるって言ったのに。ごめんね。
私が取材なんて受けたからこんな辛い目にあったんだよね。誰だってお母さんに会いたいよ。ごめん、本当にごめんなさい。いいの、いいんだよ。ご協力ありがとうございました。おかげでいい番組ができそうです。そうですか、それは何よりでした。また何かありましたらぜひどうぞ。ありがとうございます。あ、放送日は後日ご連絡します。楽しみになさっててください。はい、はい、栗山さんたちがお見えです。あ、入ってもらって。はい、失礼します。お疲れ様。最高、本当にありがとう。助かったわ。吉川さんもありがとうございました。あなたに密着したのは間違いじゃなかった。それは吉川さんが騙しやすいってこと？え？確かに吉川さんは素直で正直よ。だからこそやらせなんかで騙してほしくなかった。やらせ？この人感動の名場面を演出したんですよ。なんだ、バレちゃったんだ。京子、なんでなの？いつからそんなになっちゃったのよ。人を感動させるものを作りたいって言ってたよね。あの時の気持ちはどこ行っちゃったの？ねえ、なんで嘘をつくのよ。なんで子供なんかに嘘をつかせるの？そんなんで人を感動させるものできるわけないでしょ。ドキュメンタリーだってね、予算もあれば時間の制約もあるの。のんべんだらりと何かが起こるの待ってらんないのよ。あなたたちだって何日も私たちがくっついてたら迷惑で仕方がないでしょ。これは誰もが正当な利益を得るための一つの手段。そのためには子供を利用してもいいって言うんですか？あの子だって喜んだわ。もちろん本当のお母さんは探し出すつもりよ。これはビジネスなの。ちゃんとした取引なの。取引なんかじゃありません、利用です。信也君のお母さんを思う気持ちをあなたは利用したんです。何年も何年も温めてきたお母さんを思う気持ちをあなたは利用したんです。もしかしたら偽物のお母さんに抱かれた時、一瞬でも本当のお母さんに抱かれた時のことを思い出したかもしれない。人を騙して苦しい気持ちでいっぱいになって嘘だと言いに来た時、もう二度と本当のお母さんに会えないと思ったかもしれないじゃないですか。あなたはそこまで考えましたか？信也君の気持ち考えたんですか？こうでもしないとやってかれないのよ。負けたくなかったの。女だからってね、最初から下に見られてんのよ。どこかで出し抜かなきゃ上には上がれないの。誰にも認められないのよ。ギリギリのところで生きてる女の気持ちなんかあんたたちには分かんないのよ。八代さん、あの子がなんで本当のことを言う気持ちになったかあなたには分かりますか？それは吉川さんに本物の愛情があったからです。幸せになってほしいっていう必死の思いが彼の心に通じたからですよ。どうかあなたもご自分の仕事に本物の愛情をお持ちになってください。そうすれば女だって必ず認めてもらえます。
一人になってください。いいんですか？放送するかしないかは八代さんによく考えていただきましょう。吉川、どうしたの？吉川、どうした？え？おい、吉川、お腹痛い。ちょっと診療所に連絡して。あ、はい。お腹痛いです。大丈夫？大丈夫？大丈夫？ここ寝かけたいの？ここ林くんさん？ここ？大丈夫？吉川くん、少し喋れる？痛いのどの辺？だからお腹だって言ってるでしょうが。朝から痛いって。そうだったんですか？元気そうにしてたから。どうなの先生？先生、先生、診察にならないでしょう。出てってください。大丈夫かな？だから何回も同じこと言わないでくださいよ。だって本当どうしちゃったんだろう。私が悪いんです。具合悪そうにしてたのに元気に振る舞ってたから大丈夫だな。それも何回も聞きました。俺だってね、何にも気づかなくて。それも何度も聞きました。本当に元気だけが取り柄の子だったのに。先生、先生、病院に運んだ方がいいでしょう。そんな悪いんですか？じゃあ救急車。ナンバーだけ、ナンバー100、落ち着いて。いつもの落ち着きはどうしたんですか？総支配人まで。なんであんたそんな落ち着いたのよ。吉川君は今のうちに病院に搬送して抗生剤を投与すれば良くなります。命に別状ありません。多分軽い腹膜炎です。でもだいぶ我慢したんでしょうね。もちろんこのまま放置しておいたら大変なことになるところでした。でも大丈夫、救急車は私が呼びます。はい、あの結果出たらすぐ連絡します。待ってますから。はい。栗山さん、ご迷惑をおかけします。いいから変な心配しないで寝てろ。はい。大丈夫かしらね。だから大丈夫ですって。よかった。どうか栗山さんも気をつけてお帰りになってください。病院から連絡あった？今連絡来ました。なんて？小泉先生のお見立てに間違いはないようです。 2,3 日入院してあとはお薬で大丈夫なようです。あ、そう。よかった。だから大丈夫だって言ったじゃないですか。ほら、やっぱり心配してないんだよ。いやでもあの時小泉先生いてくださって本当助かったわ。先生には珍しく冷静でしたしね。珍しくは余計じゃない。俺だってびっくりしたよ。江頭主任や栗山さんや総支配人まで血相変えて。本当私なんだか取り乱しちゃって。私もです。あ、ありがとう。それは久美ちゃんが皆さんにとってどんなに大切な人なのか、そういうことじゃないですか？そうね。俺もそれを感じました。医者って人の命を助けるなんて大層なことをするんじゃなくて、結局その人を大切に思う人の気持ちに沿うだけなのかなって。何わけわかんないこと言ってんの。俺今まで勘違いしてたのかもしれないな。医者の自分が人の命を助けるんだって。それ違うな、きっと。吉川さん、どうだった？大丈夫。2、3日すれば良くなるって。そう。よかった。冴子、ごめんね。今日の取材分は放送しないって約束する。昔私だって
あんな風にまっすぐな気持ちで仕事してたのにね。吉川さん、うん、なんとか男の人と対等にやっていきたいって意地になって、いつの間にか一番大事なものをなくしてた。まだやり直せるかな。大丈夫よ。だといいけど。大丈夫だって。ここにいるんだ。なんでここにいるんでしょう。よく見ると相当童顔だなこいつ。でっかい目。栗山さんほどじゃありません。なんだお前起きてたのかよ。ずっとここにいたんですか。あ、うん、あ、バカお前寝てろ。あの、八代さんは？え？ああ、あれな、放送しないって。本当ですか。うん、だから安心して寝ろ。何、2、3日すりゃ良くなるって。長くても1週間だってさ。1週間？ああ、お前のいない職場は天国だな。なんならこのまま来なくていいぞ。え？ばあ、嘘だって。あ、俺もう行くわ。あ、そうだ、必要なものな、寮のおばさんに届けてもらうことになってるから。じゃあな。栗山さん、ありがとう。ありがとうございました。ご心配おかけしてすいません。新也くん、吉川さんのことね、すごく心配してたから一緒に来たの。ありがとう。あれ、え、栗山さんって帰らなかったの？あ、うん、いました。お疲れ様。お疲れした。何？俺たち邪魔？そうかもね。てめえ何言ってんだ。生意気なんか気がする。強引なんだから静かにしなさいよ。信也くん、約束。一緒に待ってるって言ったでしょ。待ってるから。来年も待ってるから。でも、いいの？もちろん。人は誰でも一人ではありません。求める心があれば必ず応えてくれる人がいるはずです。心から信じられる大切な人、それは意外なほど自分の近くにいるのかもしれません。